はいどうもストーンさん、今回の動画ね、やっぱり世間の注目度が厚い時に本当にそんなことができるのかなっていう角度で動画撮ってもらったと思うんですよ。そう、あのスシローペロペロ事件でね、株価が暴落みたいな形でキャッチに語られる方が多いと思いますけども、実際にあれを仕掛けるとしてね、まあなんと言いますか、株価操作の一環としてああいうこう若いやつにね、ちょっとお金を渡してお前ちょっとやってこいと、動画拡散してこいというふうに、なんかね、それがどんな意味を持ってるのかわからない時にそういった若い人たちにねやらせて陰で儲ける人がいるかもしれません。確かに今回160億の、まあ、株価暴落、時価総額暴落ってことがありました、ありましたけども、じゃあそれにちゃんと資金を乗っけて利益をね誘導することがあの一件でできるのかなと思ったらどうですかね。というのはね、あの暴落にはいくつかの条件が重ならないといけないんじゃないかなとも思えるんですよ、うん、まずそのペロペロ事件が SNS で拡散するときに、それがいわゆるねバズる状態にならないといけないですよね。あれペロペロ事件って結構今までもたくさん投稿されてました。でも残念ながら広まることがそんななかったんじゃないかなと思うんですよ。で今回みたいにボカーンと全国的に世界に向けてバズった時に、他の動画もつられて出てくるみたいなね、発掘隊がこんな動画もありましたぜみたいな感じで出てくるとかね、場合によっては2年前3年前のなんかテロ的な動画を出してきて、それが今頃叩かれてるみたいなこともあったりしてると思うんですよ。つまりああいうふうないたずら動画が本当に拡散されるかどうかわからないっていうところが一つ目のなんかハードルなのかなと思うんですよ。で二つ目が、そうは言っても株価がどっちに動くかわかんないですよね。まあかなりの確率で株価は暴落するとは思いますけども、じゃあ暴落するとしてそれがねいつ来るのかってわからないじゃないですか。その辺はどういうふうに考えていけばいのかなと思いますよね。そんな単純なものではないような気もします。そしてですね、あと一つ私が考えているのは、実際にタイミングよく売りポジションを立てた人がいてね、でその後でああいった悪質な動画が拡散されて株価が落ちました。その時に不自然なポジションを持っている人に捜査が入るんじゃないかなってところですよね。それについてはどのようにお感じでしょうか。今回の動画は以上です。はい、ありがとうございます。